ははいこんにちは陽介辻です、えー、私はフィジカルコーチやメンタルコーチをしながら、まあ、本を出したり、ね、音楽活動とかもしていますであとパーソナルトレーニングジムのボディープランニングの運営をしています今回のテーマは挫折からの気づきでそして生まれるものと復活するものについてとていうテーマでお話ししていきたいと思います いろいろチャレンジすることってあると思うんですけれども、まあ、そういう時って必ず壁にぶつかりますよね。もう誰,で誰にでもまあ,あり得ることなんですけどもこの壁こそがまあ成長の証でもあるんですが、まあね、こう壁にぶつかって、まあまあ、失敗とかもあるしミスもあるし挫折も味わうこともあると思うんですよね。ね私自身もも過去何度も 挫折を味わっていますでまあ味わった瞬間はねまわ、あ、かると思うんですけど悪夢のような感じでまあ、ねこう生きた心地もしない時もあったんですけれどもまあ、改めてねその時を、まあ、振り返っていくとまあ、その出来事があったからこそ、まあ、そこに得た経験があったからこそ今があるんじゃないかなと思っています。でまあ もうね、大きさはさまあ様々なんですけども、まあ、そういうことが全て合ってるんじゃないかなというとこがあります、はい、で、まあ、その時に気づくことと生まれることがあってでまたちょっと復活していくっていうことにもなるんですけども、まあ、せっかくなんで私の実体験をも、ね、とにお伝えしていこうかなと思っています、はい、で私はまあ高校までね高校野球をやっていたわけで まあ要するに甲子園目指して、ね、頑張っていたわけです。で、まあ、必死になってもう朝も夜も、ね、頑張って練習したりトレーニングしたりする日々を過ごしていったわけですね。まあ、高校球児なら、ねまあ、誰でも憧れてる舞台じゃないかなというところですね、甲子園というところですね。で、まあ、そこに向かって、まあまあ、必死で頑張っていました。で、私は小学校、中学校も野球をやってまして。 まあ、ある程度中心の選手で、まあ、問題なく、ねまあ、活躍していたんですが高校に入って、まあ、状況が、ね、ちょっと一転したんです。で、まあ、どうしても、ね、ちょっとピッチャーをしたかったわけで中学、まあ、小学校ピッチャーしてて、まあ、内野手ピッチャーしたり、まあ、中学校もピッチャーもやってる時もあったんですけども。 まあ部員とかメンバーの兼ね合いとか守備位置の兼ね合いでピッチャーはできなくてまあ野手でやってたわけなんですけどもそういうのもあってどうしても高校入ったらピッチャーをしたいというところでピッチャーをねまあやることになりましたでまあ高校1年生の時はまあピッチャーの練習とか普通にできてたんですけども高校2年生に上がる前に まピッチャーが、ね、フィールディングの練習中に、まあ、セカンドに投げる時だったと思うんですけども、まあ、ちょっとだけ肩を、ね、痛めてしまったんですよね。でまあ、ほんの少しの痛みで、まあ、肩,の肩の痛みはまっ、あ、すぐ回復はしたんですけどもそこから、ね、ピッチャーで、まあ、練習試合とか試合で投げるとストライクが、ね、全く入らなくなったんですよね。 でこの原因がその時全くわからなくてもうストライク入らない焦りと不安とあとチームに迷惑かけている申し訳なさもあってもう何をしても入らなかったというところがありましたで、まあ、今で言うとイップスっていうことなんですけども。 まああの当時はイップスっていう言葉なくて、まあ、何が原因なのか全然分からなくてもう本当に絶望だったんですよね。うん、で、走行しているうちに、まあ、投げ方が分からなくなって、まあ、オーバースローで投げれなくなったんですよね。でこれは まずいいっていう部分で、まあ、ピッチャーとしてはねもう本当に致命的であり絶望的でありもう、ね、二度とマウンドで投げれないかなと思ってましたただ、まあ、私自身ねちょっと諦めが、まあ、悪い人間なんですけども、まあ、必死でねこうもがいているのを監督が見かねてアンダースローをしてみたらどうだろうかっていう提案があったんです。 でそこからまあアンダースローの練習をま必死でやって、まあ、いろいろ勉強したりとかしながら、まあ、なんとか、ね、投げれるようになりましたでそこそこ投げれるようになってもう試合でもいけるかなっていうところまできててで、まあ、試合、練習試合だったと思うんですけども、まあ、ブルペン見た監督がおいけるねみたいな形でよし今日行ってみるぞみたいな形でなって試合で投げてみました。 そうするとブルペンでは投げれるんですが試合になるとストライクがやっぱり入らないんですよね、うんまあ、要するに、まあ、イップスであり、まあ、精神的な問題だったと思うんですおそらく、まあ、ストライクなら入らなかったらどうしようとかストライクを入れなければいけないとかで、まあ、キャッチャーが先輩だったとっいうのもあるんで まあちゃんとこう投げれないとまた何か言われるとかねそういうことのまあ多分精神的な部分で投げれなくなったんじゃないかなと思ってますで、まあ、その時期はねもうほんとどうすることもできなくて、まあ、ピッチャーを諦めて野手にまあ変更することになりましたで、まあ、ここで言うのはピッチャーとしての挫折を味わったわけで でまあ、その時に気づいたことは何なのかというところを、まあ、ちょっと考えてみると、まあ、単純に言うとピッチャーではなく打,打,撃,打撃ですねバッターとして専念をしなさいというところで野手として力を発揮させることでまずはそこに、まあ、当時は、ね、気づいて力を注ぎましたで、まあ、一応幸いなことにレギュラーには 慣れたのでよかったんですけれども、まあ、肝心な、ね、甲子園という道がねまあねあっさりね1回戦で負けちゃってあえなく途絶えたわけなんです、まあ、負けるとは思ってなくてまあちょっと意外だったんでまあ自分も含め、まあ、部員ねメンバー含めて、まあ、ちょっとポカーンとなった瞬間でしたね まさか1回戦で負けるとは思ってなくて、まあ、負けてしまってで、まあ、そこで、まあ、次の道には進んでいくんですけれども、まあ、当時ね高3の時は私薬剤師になろうと思っていたんですよね。で、まあ、野球しているということで、まあ、野球しているせいにはしたくなくて、まあ、大学がねこう合格ができないというのをねこう 野球をしてるからっていうのを言いたことはなかったんですよねただ夏の大会が終わるまでは勉強は横に置いてたわけですただねあっさり1回戦負けちゃったんで夏の時間がね大幅に取れるようになったんですよねこれって多分、うん、まあおそらく勉強しろっていうことだったと思うんです まあぶっちゃけ言ったらそこから勉強してもまあ薬価大は間に合わなかったと思うんですけどもただ勉強必死でやりなさいっていう多分メッセージだったと思うんでまあ当時も悔しくて、まあ、そのエネルギー、ね、をどこにぶつけていいか分かんなかったんで、まあ、とりあえず勉強に,に全力を尽くそうと思って、まあ、夏休み中はね全部勉強に充てましたでそこで夏休み中の間だったんですけどもあるノルマを課せました ボールペン1本なくなるまで勉強をやめないっていうノルマを課せました。ボールペン1本なくなるまでずっと書き続けるっていうことをしたんですけどもこれがですねだいたい時間的に12時間から14時間ぐらいはかかったんじゃないかなと思ってます。うん 毎日1本ずつなくすってことを、まあ、やって夏休み中は全てやりましたで、まあ、その会もあって、まあ、大学に合格することができて、まあ、大学はね薬科大ではなくて、まあ、うち私のところちょっと環境問題とかあった地域だったんでず、まあ、っとその物質系とかの科学の大学に行くことになりました、まあ、実はは大ではなくて まあ理系の大学に立ったんですけども、まあ、そこに行くことになりましたでまあねちょっと話戻るんですけど高校野球はね順風満帆ではなかったんですけども、まあ、そこで得られた知識とか培ったものとか気づきが、まあ、今でも役に立ってるかなと今思っていますで挫折を味わってもそこから生まれる気づきと知識を 得ることができれば、まあ這い上がることもできるし、まあそこでね、こう努力っていうね、部分もまあ身についたかなと思ってます。で、そこでまあ、ちょっとタイトルもあったんですけども、復活っていうところに移っていきます。で、現在ね、私、ソフトボールでピッチャーをしています。ウィンドミルにチャレンジして、ちょうど1年ぐらいかなと思うんですけれども、まあ、ピッチャーとして復活した。 ですが、まあ、そこで蘇みがえるのが、まあ、高校生の頃の記憶ですよね、まあ、一筆で投げれなくなったことが思い出してしまう、ねまあ、不安焦り、ね、チームに対しての申し訳なさとかも含めた部分がどうしてもよぎってしまうかなと思ってましたただこれを克服するためにまたちょっといい機会を設けられたなというのを私の中での思っているところです でただ高校生のときと違うのは、まあ、私自身がフィジカル、まあ、トレーナーであったり、まあ、メンタルコーチでもあります。で、知識とスキルを得ててで、ピッチャーというポジションにチャレンジすることになったんですよね。で、この状況ってめちゃくちゃありがたくて、まあ、言ったら自分で言った人体実験でもあるし、試せるってことでもあります。ですね、で私自身がが成長してレベルが上がって ね、時点での目の前に現れたチャンスというところで、まあ、必ず克服できると思っているし、まあね、こうイップスとかもう考えられなくてもいいんじゃないかなと思う感じもあります。で、まあ、現実的にどうなったかというとピッチャーをしててストライクが入らなくて焦りや不安とか申し訳なさとかは一切ないです。うん、一切ありませんこん、まあ、先日もももソフトの練習もやったんですけども まあそういう気持ちがなくて、まあ、楽しく、ね、投げれたかなと思ってます。で、まあ、この、まあ、焦りとか不安とか申し訳なさっていうのはネ,ネガティブな思いだと思うんですけれども、まあ、これらがねやっぱダメだとして、まあ、あのポジティブな、ね、思いを作って克服するっていうのが、まあ、大体一般的かなと思います。ポジティブな気持持ちをててば何とか克服して 大丈夫だよっていうのが、まあ、メンタルトレーニングとかもそれを含めてあるんですけどもまあねいかにねポジティブな思いを作ったとしても必ずネガティブな、ね、思いが発生するんですよね。これに気づいてるかどうかっていう部分は結構大きくて、まあ、例えばストライクが入るの逆はストライクが入らないで打ち取るっていう。 ことは打たれるっていうこともありますよね抑え抑えると考えると抑えられないとか三振を取るとか三振を取れないとかというのがどっちも現れるんですよね。でそれが強くつ思うほど同じ強さのまあ、ネガティブだったネガティブが発生するんですだから三振を取ると強く思えばまあ、同じ強さの三振取れないっていうネガティブも発生してるんです。うん まあここは結構ね深層的な部分の深いところで発生するんで気づかない人も多いんですけどもここ結構大きな部分かなと思いますでじゃあど,どのようにしてメンタルを作っていくのかっていうところがまあ大事になるんですけれどもそれはネガティブな思いを消すっていう、まあ、スキルが必要になってきますでネガティブな思いを生まれないように作っていくっていうことが大事になって、まあ、その方法 がまあ、1つだけ紹介すると、まずは楽しむということですね。これがね、一番最強かなという部分で、い,いかにこう楽しむかというところが結構大事だと思います。で、ピッチャーを楽しむという思いにして、打たれてもストライクが入らなくても、その場を楽しむという思いにしています。でそのことによって でまあ多あ分、ま、確かにねこう、打たれたりすることもあるんですけども、まあ、悔しい思いもするんですけども、まあ、それもねこう、野球というスポーツとしての楽しみの一つかなと思ってます。うん、で、それがあるからこそ、じゃあ次ね、もっと良くなるために、何をすればいいのかっていう考えがね、生まれるんですよね。で、その思考が結構大事で。 そのもっと良くなるために何をすればいいのかというのも、まあ、この楽しみの一つなんですよねだから練習も面白いですね練習もワクワクするしでトレーニングも楽しいというふうになっていきますで、まあ、そういう努力っていったら努力なんですけども楽しんでるんで努力をしているって感覚はあんまりないですだからまあそういうことをすることで、まあ、どんどん成長をしていくのかなと思ってます、はい でまあ、私のイップスを、ね、完全に克服したかどうかは、ねまあ、ちょっとまだわからないけど、うんまあ、克服してきてるんじゃないかなと,と私は思っています。で今のところは、まあ、あの高校生の頃に味わった感情は表れてないので、まあ、いいのかなと思ってて、まあ、何より、ね、ピッチャーすることが楽しくて仕方がありません。 本当に楽しいいと感じているんですよねこの気持ちを大切にこれからも続けていこうかなと私はまあ一応決意をしています。はい、で、まあ、長いこといろいろ話してはきてるんですけども、まあ、野球に限らず、まあ、現在ねいろんな状況あると思うんですよね辛い現実の人もいると思います。で、まあ、起こった出来事とか、まあ、体に何かしらねこう病気とか怪我とか起こったことは何かしら意味が 必ずありますで困難なことも含めてそこにも必ず意味がありますで冷静になれてたら難しいと思うんですけどもそういう時こそ、まあ、自分自身と向き合ってみ見てほしいかなと思ってますでそうすることで何かしらの気づきが必ずあるしたと、まあ、えば挫折味わったとしてもそれは成長のチャンスであり 新しい自分が生まれる瞬間でもあるんですよね。まあ、それをね、ちょっと楽しみにちょっと思ってほしいかなと、まあ、一度考え方の一つとしてね、思ってほしいかなと思います。で、そんな経験ができることをありがたいと思って、向き合っていっていただければいいかなと思います。はい、で、まあ、今回野球の話をしているんですけど、私は音楽もやってるんで、音楽でもまあ同じようなね、 まあことが起きてて、まあ、その話もしたいんですけども、またね、違う機会にしていきたいなと思います。で、ね、まあ、いろんな、ね、出来事が起こるということは、まあ、より良い人生をまあ望んでいるからこそ、まあ、なんかいろいろそういうことが起きてくるんで、うん、まあ、そういう出来事にも感謝して、まあ、これからね、楽しく生きていければいいんじゃないかなと思います。まあ、ワクワクする気持ちをね、と楽しむ気持ちを大切にしていければいいんじゃないかなと思っていますので、 まあこれからもね、ちょっと、いろんなことあってもね、乗り越えていけると思いますので、しっかりやっていきましょう。はい。じゃあね、まあ、これからもいい情報とかね、発信していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。で、あと、まあ、動画のね、高評価のいいねや、チャンネルの登録も、よかったらね、よろしくお願いします。はい。 最後までね、聞いていただきありがとうございます。洋介辻でした。